はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時15分になりました。2日でございましてですね、6月2日の水曜日でございます。株式日経平均プラス66円、変わりませんね、あんまりね。ビットコインがね、日本円で400万を切ってますけどね。まあ、これがなんか最近ビットコインを見てるとですね、バブルが終わるのが見えるんちゃうかぐらいの気持ちになってきましたね。はい。さて、日経新聞のサイトでですね、面白い記事を見つけました。これは有料会員限定なんでですね、開いてしまいましたけども、開いたところを貼っておきますね。中澤勝司さんという編集委員がお書きになったですね、米ステルス機残骸と中国大使館誤爆、22年目の真相の回という回、怪しいの回ですね、が出ておりましてですね、ちょっと読んでいきましょうと。米アラスカで、米中両国の外交トップ同士が激しくやり合った直後の3月下旬から、検閲の厳しい中国内のインターネット空間に驚きの記事が様々な形で登場した。1999年、中国の在ユーゴスラビア大使館はなぜ米国のミサイル爆撃を受けたのか。こんな見出しの複数の文章は、22年前、米中が激闘した歴史の真相を中国側からあえて、暴露するかに見える不可思議な内容である。もうちょっといきましょうね。99年5月ユーゴスラビアの中国大使館が米軍の B2 ステルス爆撃機による攻撃を受け、中国人3人が死亡、20人以上が負傷した。北京では直後から 大規模な反米抗議デモが起きた。中国政府は一貫して誤爆はありえず、米軍の意図的な爆撃だと主張してきた。とはいえ、根拠を示したことは一度もないと。これね、どういうことかと言いますと、まあ、22年前で私もなんかうっすら覚えてますけども、確かセルビア・ヘルツェゴビナで紛争を起きてまして、そこに国連が介入しました。でアメリカもその国連軍の一員として、その片方の勢力に対して爆撃を加えていました。まあね、ようわからん戦争でしたね、あれね。ボスニア・ヘルツェゴビナとなんとか言って、片方が片方をですね、エスニッククリーニングとかしてですね、まあ、要はまああれですね、今中国はウイグルでやってるよりもっとひどいような、それをあからさまなことをやっていたというふうに認識されていまして、で片方が一方的に悪いというふうにされて、それで、国連軍がそっちをとっちめに行ったというような構図であったんですけども、ある程度それは作られたもんであるというのは後で分かったりしましてですね、なんかようわからんなみたいな、悪者に仕立て上げられた方が気の毒みたいな風潮にもなっていまして、私はようわかりませんので解説できませんさてその時にですね、爆撃してるついででもないんですけど、ベオグラードやったかな、ベオグラードにあったですね、中国の大使館がアメリカ空軍のもろな爆撃を受けましてですね、これ誤爆やというふうにアメリカ側は言うてるんですけど、中国はそれを認めずですね、激しい反米デモが起きました。でもね、不思議なことに、反日デモの時は大使館にバーッと物を投げたりするんですけど、反米デモの場合はそこまではしないっていうか、守られてるんですね、ちゃんとでも反米デモが、まあ、アメリカ大使館を取り巻いたというようなことはなんか覚えております。まあそれはいいんですけどね。なんでそのね、爆撃されたかというと、こうですね、事件の1ヶ月余り前の99年3月末、コソボ紛争に絡み派遣された F-117 がセルビア主導のユーゴ軍の地対空ミサイルによって撃墜された。その残骸の行方が鍵を握っているという指摘だ。当初農地に散乱していた機体の残骸は後に一部がベオグラードの航空博物館に展示された、70年代から米ロッキード現マーチンロッキードマーチン社が開発を進めた世界初のステルス戦闘機 F-117 の装備はすでに最新技術ではなくなっていた。それでも残骸は研究材料として貴重で、とりわけ米国のライバル国の注目の的だった。以下は中国で公に発信された複数の記事にほぼ共通する部分の抜粋である。以下ですね、その記事の中身です。
我が国、括弧中国は、ユーゴ政府が回収した残骸の提供を求め、協議を経て誘導システム、ステルス性能を持つ本体、エンジン噴射口、耐熱部品などが引き渡された。機密保持のため海上輸送や空輸は難しく、暫時、しばらくですね、暫時、中国大使館の地下に保管するしかなかった。米軍は残骸中になお残る位置情報システムの信号を捉え、括弧軍事、機密が我々に渡るのを阻止するために、B2 を送り、ミサイルを投下、うち一つが大使館の地下に達した。幸いにも地下でミサイルは爆発せず、残骸もそれ以上破壊されなかった。我々はステルス技術を10年かけてアップグレードし、レーザー誘導ミサイルも深く研究した。括弧発展が遅れた場合、括弧かつての中国のように殴られる。発展してこそ巨大になれるのだ。我々の20年にわたる臥薪嘗胆により、米国との差はますます小さくなった。最近の中国と米国の括弧外交トップ会談からわかるように、実力さえあればどの国も恐れる必要はないと、まあこういうことが書いてあるんやと、中国のネット上ではこういう記事が氾濫しているという、こう中澤さんの記事なんですけども、これをですね、中国の場合は言論の自由ってはございませんので、当局に都合の悪い記事は全部削除されるんですね。ところがこれは氾濫しているということは、当局が流したのか、当局が容認したのか、その両方なのか、どっちかであろうという推測が成り立っていますね。で、アラスカでこの前言い合いをしましたですね、当両双方の外交トップがですね、その言い争いをした時にの後にこう出てきたわけであって、俺らはアメリカに負けへんでというですね、意思表示をするとともに、国内にお前らも自信持てと、最新技術を持っていたりすればアメリカなんかには負けへんやと、もう二度と殴られることはないように頑張ろうぜみたいな、そういう意識を鼓舞しているというふうに受け取ることもできますね。まあ、そのこの書いてある通りとすれば、中国人にとっては割合痛快な話であります。ただね、何人か3人の方が亡くなって20人が負傷したという犠牲を払ってるわけでして、アメリカずりことしやがってみたいな、そんな許さへんでって、わしらはちゃんとそれに打ち勝ったんやと、中国民族は偉大やということをですね、まあネット上で広めてるというふうに受け取れます。まあ、最近ですね、その米中対立がですね、激しくなってきてですね、どこかくそう不安感を覚えている中国人も多いのではないんでしょうかね。そういう人々に対して、いや俺らは負けてへんねんでって、負けてへんぐらいじゃ実力を蓄えてんねんでということを知らしめてですね、頑張ろうぜというふうにしてるわけですね。22年前北京の反米デモに参じた学生はじめ、大半の中国の人々は米軍の意図的な爆撃という説を信じていた。この世論状況を踏まえ、故意説に一定の根拠を示すことで関係が悪化している米国の過去の罪を際立たせる狙いがある。同時にベオグラードの屈辱をバネにして、中国の軍事技術が飛躍的に向上し米国に追いつきつつあると強調する思惑も見て取れると、まあさっき申し上げた通りのことが書いてありますね。まあこれね、貼っておきますんでね、読みたい方はいい記事です。とってもいい記事だと思います。読みたい方は読んでいただきたいんですが、最後はこんな締め方ですね。過去を振り返っても、中国とセルビアの安保上のつながりは深い。最近の米中対立はそれを加速させた。米中そしてセルビアに関わる鍵括弧中国大使館誤爆事件も単なる過去の歴史ではない。22年を経た今もなお、現代の複雑な国際政治と中国の国内政治に影響を及ぼしていると。中澤克爾さん、1987年日本経済新聞社入社という、私とほぼ同年代でしょうね。大学院を出ておられるとすればほぼ同い年、ですね。二浪しておられれば同い年というまあどっちでもいいんです、関係ない。もうこの年だったら関係ないですよね、ほんまね。二浪してるとか一浪してるとか、院出てるとか出てへんとかって、もうね、男もね、60前になりますと、もう判定が出てますからね、こいつはこの程度というふうにですね、所詮私はこの程度でございますというふうに開き直ってますけども、
はい、まあそれはええとしまして、あれですね、この日経新聞なかなか鋭い視点を示されております、ですんで、まあぜひこれは読んでいただいて損はないなと思います。貼っておきます。開いたところを貼っておきます。システムとして月に10本までは、ね、無料でも見られますんでね、登録さえすれば簡単な登録です。はい、皆さんどうもありがとうございました。